赤いものキツネとポルシェッックピー,ホーシです前回の動画終わった後でパーツの状態をチェックしながらちょっとずつ小物類変更してますこれ元から付いてたハンドルボントレガーの結構軽いアルミハンドルただ横幅長すぎあとこのライズが低い 25mm って書いてあるだからこれ横幅ちょっと狭めの 手元にあったウッドマンのやつだっけ。この色がちょっとまあ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 赤とは合わんけどこれでちょっと青気味やけどね。俺的にはこういう色が好きなんですけどね。これに交換したりとか。あとクランクもね、そう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 ジャンクなチャリ買うときはこれだけ。もう固着があったら終わりやもん、こことここ。シートポスト外れないと。BB 外れないと。BB 外れないのはちょっときついです。元からついてたあのこの デオーレク,ランクこれね、これが長いんですよね。175mm、長すぎる。170mm だったら使ってもいいけど、175mm だったらも,もう明らかに違和感があるんで、これは没。だからこれが外れてくれないと困るんですけど、外れてくれたので、手元にあった 165mm の、えー、スラムの GX イーグル。ちょっとも,もったいないけど、これクロスバイク風に使うには、これマウンテンバイク、スポーツタイプのやつ。 結構いいクランクで。なんならこれ1万5千ぐ円くらいするから、もう <laughs>、本体の3倍くらいの値段。で、やっぱりこれ20年経ってるんで、もう、これ、ロックショックスなんですけど、このパイロット。これはもう廃盤になっております。今売ってません。よーく見たらこの辺、ほら、バキバキになってるでしょ。まあ、経年劣化やね。これでちょっと山走る気にはならんな。でも一応、サスはちょっと効く感じなんですよ。パッキンボロボロになってますが、こっちの津波のところ。 コンプレッションの方。これこっち側にしたらフォークが効かんくなる、ね。サスペンション効かんくなる、ね。硬くなるんで。だから待ち乗りするときはこうやね。オフロード走るときはこうや。解放。さすが効くようになるんですけど。ま、あいかへん。<laughs> アクロはいかないんで、もうずっとロックしとく。リエイラハンガーも曲がりなしです。ただちょっと緩んでたんで、ここ締め直しました。で、あのー、ここにあの、シマノ XT。完全に掘り出し物のシマノ XT9 速がついてたんですけど、 あれもったいないやろとで。よく調べたらね、ホイールについてたあれ、スプロケットもね、XT やってん。で、シフターもね、XT やってん。もう完全にこれでね、5000円どころじゃない。8000円ぐらい3点セットであるからね。やっぱね、島の,の急速時代の XT とか XTR はね、誰に聞いても評判いいねんな。今は島が大きくなってるけどね、うーんってあの、わかりやすく言うと、ファイナルファンタジーじゃね。 スクエアのファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーやっぱあの、4、5、6、7がいいやんか。<laughs> 黄金時代って感じやん。だからシマのもうあれや、XT、XTR9 速あとはセインと10速あの辺が多分黄金時代やんな。で、あれをこれ、こっちにつけっぱなしはもったいないんで、えー、XT はあのメインのマウンテンバイクにいただきましてありがとうございます。で、あっちに乗ってたクラリスをこっちにつけた。リレーラー交換に伴いましてシフターも変わっております。 これもあの、マウンテンバイクに使ってた。レボシフト発足 <laughs>。でっかいでっかいんですよね。マウンテンバイクで使ってると、ここブレーキ引いたらここよく当たってたよ、ね。だからずっと変えたんやと思ってたよ、ね、だからもう今回はこっちになった。ただこのハンドルが、ここが短いんで、これつけたらもう、こんな、ショートリップ、ショートグリップもショートグリップ。スラムのショートグリップをもうぶったぎってハサミで、こうつけた。 で、あの、またこっち側のグリップがないというか長いんですよね、手持ちのやつ。このカーブのところに干渉するんで。え、これはあれや、サドル、サドル性格に失敗した。<laughs> 革の歯切れをもぐるぐる巻きにして、こう、グリップ代わりにしてる。正面はこんな感じです。ま、ここが末広がりじゃない昔のモデルなんですストレートです。で、経年でやっぱね、このバッジがちょっと浮いてきてる ヘッドバッチも今にも外れそうやな、めっちゃ浮いてるやんけな。後ろからの見た目はこういう感じです。まあ、マウンテンバイクなんで、ここのクリアランスは広いです。26インチの2.5インチぐらいならいけるだろう。で、ここになんかボルトあるんだよな。これは、どれを着ようかな。で、ここにもあのボルトあるんだよな。で、ここにもあの、荷台用のステーの穴があるんで、まあ、こう、キャリアとかも付けられますな。で、 今ブレーキ V ブレーキですけど、ここに一応ディスクブレーキダイが付いてます。横向きに穴。<laughs> これは古いタイプ。だから今のやつ使うにはこうアダプターが一個いるね。ここの形状結構面白いですね。丸パイプじゃなくてこうフラットなプレートみたいになってる。若干エアロっぽくなってるな。エアロ何の関係があんねんけど。<laughs> そんな感じであの5000円で買ってきたにしてはパーツも良かったし、この本体も SLR っていうレースってついてるくらいからそんな悪くないだから結構軽いですよちょっとこの状態で体重測定してみましょうかえー単品のおっちゃんが単品のおっちゃんはナスバー牛の目すぎでえらい太ってたけど今は69かで単品のおっちゃんプラスホイールのないトレックの車体 76。つう,うことは、えー、7キロ。7キロこれ。だからホイールあと3キロ以内に収めれば、結構軽めのクロスバイクが5000円でできます。今時5000円であのクロスバイクどころかママチャリも買えないね。で、クロスバイクも結構高くなってるからね。だいたい10キロオーバーになるけどね。それは下回りたいと。で、ホイールどれ使うのと。26インチのあれ。あれはね、ちょっと重いし、 あのー、ガタも来てるリアがやっぱりおかしかったんで余ってるホイールないかなーと思って見てみたらあれやんこれティールティールティティンティールディティーンディールディティーンティ,ルディン,ディルディンカンパニョーのレコード使った手組みホイールただもちろんこれマウンテンバイクフレームなんでこのエンド幅は 135mm これがっつりロードバイク用なんでこの横幅 130mm さてどうしましょうか3択 えー、ギュッ !5 ミリだギュッ <laughs> !2 諦めるうんやっぱりあの135の重いやつですか3ステーサーさてあなたはどれこのホイールを使いたかったということもあるねガンバニョロレコードハブがついている手組みホイールだからほんまロードバイクフレームの方が話は早かってんけどこいつが5000円で売ってたかな で、まあ,あ、のこの、ここの幅よりもホイールの幅が狭いので、5ミリ遊びがあることになりますが、男気のギューを試してみる ?5 ミリぐらいだなんとかなるだろう、ギューまあ、実際問題、昔俺はママチャリの126ミリをギュって広げて、広げて、ロードバイクホイール入れたりしたけど、特に問題はなかったから。 まあ実際アルミはたわまないとか言うけど、5ミリぐらいなら特に問題は、特に問題はないと思う,思うけど <laughs>、あまりこれで乗りたくはないというのが本音であるな。で、諦める。諦めるというのは面白くないと。まあ5ミリの幅を埋める何でもいいんですけど、ワッシャー。ースペーサー何でもいいんですよ。これ、1個2ミリ。2つで4ミリ。 だこれを左右に入れれば、擬似的に 134mm になるね。スペーサー系嫌がる人もいるけどね。でも割とスペーサーって結構純正品とかも出てるもんな。よいしょ。だからここに、このちょぼに、ね、2mm プラスでこれ今、132になったと。で、反対側にこの 2mm ワッシャーを入れれば、これで擬似的に横幅 134mm になると。 だからさっきの3択の正解は4番でしたスペーサーを入れた上でギュッとするとはい OK でここに今 2mm ずつ入っているからこの横幅が擬似的に 134mm になったんでこのフレーム側とのギャップが 1mm 片側 0.5mm まあ 0.5mm ぐらいならね どうってことねえやって感じ、まあ、このちょぼのところにかかってるからかかりは浅くなるけどこれがなんかバコって一気に取られてなんか脱輪するとかも考えにくいんでこれでいけるっしょ 2> 左 2mm と右 2mm ねまあねこことここの幅が合わないからスペーサーで解決するというのは自転車界ではよくあることだまあこれはこれで OK もうそれよりももっと気になることがあって、タイヤ、細すぎひん。<laughs> 細すぎひん。パッと見細いでしょ。これ19ミリしかない。リム幅よりちょっと狭い。もう細い細いタイヤ。ロードバイクの中でももう細いのタイヤですね。ロードバイクっつうかまあ、競輪用やねだからちょっとこれではね、街中走るのきついんで、新しいタイヤ。じゃん。届いたばっかり。ウェッパーで買った。 お手頃チューブラタイヤの定番ビットリアのラリーです、えー、これ片側3180円だったかな今ねチューブラタイヤだいぶ高くなってるからねおいそれとはね昔は3000円ぐらいで出たのにな上時今セールでこれ3180円安いで太さは、えー、25ミリまあこんだけあればね街中でも大丈夫 接着剤をのチェックはまるねなんだけどこれやってるときに接着剤ベトベトするからもうちょっと空気抜拭く、うん、このぐらいはないとつらいビットリアラリーとストラーダちょっと分かりにくいところは進行方向やねええー びっとりやロ左側に来るのが正しいらしいいらです溝のパターン見ても、うん、そんな感じやねまあ,あの1 9ミリから2 5ミリになったんでこれでやっと街乗りらしくなったなあーカンパンーロが来たぞつうことで古いマウンテンバイクのクロスバイクが完成ですあとはペダルをつければ走りに行ける、まあ、その前にペダルなし重量を測ってみましょうか 俺の予想では、えー、9.9.6ぐらい。完成者の重さを測れる測りはもう体重計しかないんですけど。ボロい。アナログ。まずは単品のおっちゃん。単品のおっちゃん、ちょっと爪が割れてますけども。えー、68.5です。で、おっちゃんとトレック。トレック持っておっちゃんが体重計に乗る。78.5。いや。 78.2ぐらいやなさば読んでるいや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 78.2だどうにかこれだけ剥がれねえか何とかこれ縦に置いて一瞬だけ手放す1 0キロは超えてないよな9.8ぐらいかだからペダル込みで頂上1 0キロぐらい公約通りです1 0キロアンダーのクロスバイクできたぞ 寒波の中に響くこの寒波の音久々のロードホイールご機嫌だぜサスペンションホークもガチガチにしとけば普通のホークみたいに使えるからねあと1個変えたいところがあるとすればもうステムやねこれ長すぎるわちょっと遠いですこれ変えればバッチリかなということで古いトレックのマウンテンバイクをクロスバイクに復活させようでしたほなまた。